レッドオニキスは感情のバランスを整える石です。レッドオニキスはその保護特性でも知られています。レッドオニキスはあなたを邪悪な目から守り、オーラから不要なエネルギーを取り除きます。レッドオニキスは人生の課題を乗り越えるのに役立つ石です。レッドオニキスはジュエリーや宝石の世界では貴重で望ましい石と考えられています。 その印象的な赤色と独特の縞模様により、装飾品やジュエリーとして人気があります。オニキスクリスタルは、グラウンディング、保護、自制心、そして有害なエネルギーに対するバリアとして使用できます。癒しの存在感を放つ石なので、お好みのタイプをお選びください。また、パワーと持久力を与え、落ち込むことなく環境に適応できるようにします。 オニキスストーンは意志の力と自制心を整え、強化します。オニキスグリーンはパワーの意思です。それは自信を与え、リラックスするのに役立ちます。オニキスは悲しみを追放し、自制心を高め、健全な意思決定を促進することで、充実した人生を送るのに役立ちます。生理的、知的、精神的なリラクゼーションをもたらします。 グリーンオニキスの色合いはあなたの精神的な強さと知性を表します。さらに意識、知性、コミュニケーション能力も向上します。グリーンオニキスは対人コミュニケーション能力を高めるのにも役立ちます。ブラックオニキス人生の葛藤を克服するのに役立ちます。あなたに自信を与え、内なる自分と向き合ってくれます。恐怖を取り除き、 自信を高めます。強さを高め、内面を高めるのに役立ちます。あなたをより賢い人にしてくれます。それは精神的なインスピレーションをもたらします。感情的にも精神的にも癒してくれます。この宝石は、ネガティブなエネルギーを吸収して変換し、静けさとバランスの感覚をもたらすことで知られています。 過去の執着や悲しみを手放すのを助けることで、ブラックオニキスは自信と自精神を促し、懸命な決定を下すことを促進します。オニキスは、獅子座またはヤギ座の人々の公式誕生石であり、これらの人々が自分の運命のマスターになるのを助けると言われています。それは彼らに揺るぎない自信を与え、精神的または肉体的ストレスの時にエネルギーを集中させ、 懸命な意思決定をもたらします。私のビデオを見てくれてありがとう。